おはようございます、こんにちは、こんばんは、お元気でしょうか。今年なんですね、戸塚区、横浜市の戸塚区で事件が起きたの覚えてますでしょうか。2023年の2月の20日午後6時ごろに、横浜市戸塚区の歩道で藤沢に住んでいた無職の方、男性、当時78歳が、棒状のもので何者かに頭を殴られて搬送先の病院でお亡くなりになりました。でね、その場にいた通行人の人が110番通報して、その時の証言で男が棒状のもの、棒のようなもので男性を殴って走って逃げたんだよっていう話をしたそうです。で、その次の日の未明に、この方がお亡くなりになったんだけども、神奈川県警は司法解剖の結果、この男性、亡くなられた男性の死因っていうのは頭部の打撲による頭蓋骨の、損傷だったそうでね、何回も棒状のものなどで頭を殴られていて、強い殺意があったとして殺人容疑で捜査をしていたそうです。で、このね、被害に遭った方は事件の20分ほど前の午後5時40分ごろ、自宅を出て散歩に出かけた、ウォーキングみたいな感じでね。で、朝というか午前中1回と午後のっていうか夕方の、散歩を日課としており、雨の日以外は欠かしたことがないという。で、この日も散歩から帰宅した後、夫婦で夕飯を食べる予定だったんだそうですね。で、この亡くなられた方の奥様は普段、大体このくらいの時間に帰ってくるよねと、で、それに合わせて夕飯の支度をしましょうっていうのは、大体の奥様方、主婦の方は男性もね含めてなんだけど、その方はいらっしゃると思うんだけど、予定の時間から30分過ぎても帰ってこないことに胸騒ぎを覚えて、で、心配になって近くの交番へ相談に行ったそうです。で、その時は名前とか住所とかを届けて、とりあえず帰ったそうです。で、事件当日ね、その午後5時頃から、この亡くなられた方の自宅付近でバットのようなものを振り回す人物が目撃されていて、事件の後、現場から西に800メートル離れた境川っていうのかな、そこにかかる立石橋でも、でも不審者が現れていて、それを目撃されていたよと。で、その後の捜査でも自宅から事件現場にかけて1キロほどにわたって、この亡くなられた方の後をつける不審な人物が防犯カメラに映っていたことが分かった。この人物と現場から走り去ったと思われる男の服装が一致していることから、この事件に関わった疑いがあるとみて捜査を進めていた。で、戸塚区に住んでいる会社員
一応容疑者を殺人容疑として逮捕したんだけども、本人としてはやっていませんと否認しているという。だけども、そのね、お亡くなりになった方の周囲では、まあトラブルはなかったんだよっていう話があったんだけど、まあ本人がねっていうか、亡くなられた方がトラブルはないし、っていうふうに思っていても、あの人はいい人だったよねっていう話をしたとしても、どっかで恨まれている部分があったりとかするんだよね。あのいい人すぎちゃって、逆にそれがあだとなるっていうかさ、まあ、気のせいかもしれないけどね。なんかこういう事件って、若いからとか年寄りだからっていうのは関係なくなってきてるなっていう感じがするし、多分昔からこういう危ない人がいるよっていう人は昔からいたよね。ただその今のように SNS が発達してないから、全国新聞とかで、発表というかそういうことにならなかっただけの話でさ、って思った。はい、皆さんどうでしょうか。以上です。